お客様、どうもこんにちは、かつりょうです。今回は揚げ物を作ろうと思います。夜ご飯は揚げ物です。とりあえずこの前、封を開けた唐揚げと魚の白身のフライを揚げようと思うんですけど、もう一つなんか追加しようと思います。さあ何がいいかな？この中のなんかいいのを探しましょう。お、じゃん、これですね。野菜コロッケ。よし、これでいきましょう。これいい。10個で200円ですよ。コロッケ1つ20円。安っ。これ安すぎない？ 1 個20円って。これ200円だよ。安すぎでしょ。大丈夫？段ボールでも入ってんじゃないの？じゃあ、プロの料理人、和弘の素晴らしい油の揚げ物の料理の方法をご紹介します。まずは、油用意します。油入れまーす。適量入れました。間違った。これ、フライパンに入れちゃった。こっちなのに、こっちなのに、油用の鍋あるのにフライパン入れちゃった。まあ料理っていうのはプロでも間違います。それが奥が深いですね。じゃあこれ揚げ物モードで、レンジ入れまーす。190度モードにしまーす。待ちまーす。先に、こんな感じで揚げるものを出しときました。まあこれなあさんの分も一緒ですね。ちょっと一緒に揚げちゃおうと思います。そろそろ170度なりましたね。じゃあそろそろ入れますか。まずどれから入れようかな。熱々で美味しいのは唐揚げっぽいから、まずコロッケから入れるか。コロッケ投入。よし、いいぞ。うわ、やばい、温度がすごい、もう180度超えてる。180度。他のコロッケも入れちゃおう。ブルッ。よし。ここも入れちゃえ。全部入れろ。あ、入れろ。いいね。油の量ちょうどいいね、こんくらいで。全部入れなかったんですよ。600cc ぐらいかな。結構いいんじゃないの？色はめちゃくちゃいい感じになってきた。これでもどのくらいやればいいんだろう。どのくらいやればいいかわかんないな。もういいのかな。まだ早いか。もうちょっと。まだ早いかな。もうそろそろかな。お、結構綺麗な色合い。もうちょっと念のためやっとくか。あ、温度が160度になっちゃったな。大丈夫かな。まあ、でもちょっと、ぐつぐつコトコト煮込んだスープみたいな、感じにしよっか。よくこういうのって、浮かんできたら終わりとか言いますよね。なんかちょっとこれ浮かんできた気がするんですけど、気のせいか。お、結構いい色になってきたよ。ちょっと切ってみるか。そろそろいいんじゃないかな。これ結構なんか良さげな、感じがします。これを、切ってみましょう。お、うまそう。さあ、はい、どうかな。うん、あく、あく。じゃあ食べてみますね。あく、あく。あ、美味しい。美味しいね。もうあったかいわ。もういっかな。もういっか。うん。もういっ、オッケー。はい。コロッケは完成でーす。いいね。これ1個20円コロッケ。全部で4つ完成です。お次は、じゃあ、魚やりますか。魚。いけ。いけ。4つだ。ちょっと温度を高めて。これくっついてんだよね。外したいけど。あ、外れた外れた。で、今回は失敗しないようにこれ、4分くらいかな。4分くらいでやりましょう。
これ温度が上がってきたら170、160過ぎたくらいにもうちょっと温度を下げて微妙なコントロールした方がいいね。いや全然温度上がんないよこれ。いいのかな、大丈夫かな。やっぱ魚浮いてきたな、ほら浮いてきた。お、4分経ちました。いいんじゃないの、ほら結構綺麗だよ、ほらいいね。 OK、 完成。できた。揚げ物丼できました。それではいただきたいと思います。それではいただきたいと思います。見てください、まずソース買ってきました。うまい。20円ですよこれ。業務スーパーのコロッケ20円ですよ。こんな低価格で売られたらもう自分で作る気なくなりますよね。でも次はこちら、魚の白身フライ。うまい。うまい。そして唐揚げ。前回揚げすぎた感があったんでちょっと短めに揚げました。うん、前回よりうまいぞ。うん前回よりうまいわ。そっかー、なるほどね。こうやって料理って上達していくんですね。前回、もうね、僕結構生だったら嫌だなっていうのがあって、しっかり焼きたいと思っちゃうんですよ。でもしっかり焼くと、中の中心者も上がっちゃうんですよ。全部飛んじゃうんですよね。だからね、パサパサだったんですよ、前回。でもこれね、今回結構ジューシー。ジューシーだ、美味しいわ。前回業務スーパーの鶏肉、酷評したけど、適切な時間で揚げれば美味しいわ。唐揚げってもっと茶色になるようなイメージあったから、これ白いんですよ、ほら。白い。だからもうちょっとね、茶色になるまで揚げたいなって思っちゃったんだけど、まあ、多分これ茶色のじゃなくて白いもともと唐揚げなんでしょうね。うん。普通に美味しい。普通の唐揚げ弁当に入ってる唐揚げの味がします。日の丸弁当の日の丸弁当の唐揚げの方がね、味がついて美味しいですからね。まあでもこれもね、美味しいです。うん。美味しい。美味しいな。美味しいわ。で、今回こちらの料金なんですけど、ご飯が30円、コロッケが20円、白身フライが2匹で40円くらいかな。で、唐揚げが1個20円くらいするのかな。どうなんだろうこれ。まあ、20円だとして、いや、20円高いか。10円くらいかな。いや、10円は安いか。20円か。西が80円もするのこれ。損壊するか。ってことは、はい。ってことで、170円でございます。170円かな。なんかちょっと、計算が適当だけど。コロッケもう1個、もう一つ食べたんで、まあ、200円くらいかな。まあ、そんなもんか。はい、ってことで今回は、業務スーパーの揚げ物丼セットでした。皆さんも揚げ物挑戦してみてください。さよなら。はい、それでは使い終わった油を、こっちの油ポットに移そうと思います。ここに直接油を注いでもいいんですけど、まあ、綺麗な状態を保持したいので、このキッチンペーパーを使って綺麗にしたいと思います。キッチンペーパーはちょっと高いんで、ティッシュペーパーでも個人的にいいんじゃないかなとは思いますね。まあ、今回はとりあえず初めてなんで、キッチンペーパーを使ってみようと思います。これはちょっといくらか忘れたけど、確か激安のキッチンペーパーだと思います。で、これをここに乗せて、この上から油を注げば OK です。で、まずこの上の部分を外して、鍋をこの上に注ぎ口があるんで、やるという感じなんですけど、これ大丈夫かな？取れないかな。あ、結構いいね。結構いい。ほら、しっかりと。いいね、これ。
鍋に垂れてこないわ。これはいいわ。しかし、これ、スピードがめっちゃ遅いな。一生終わらんぞ、これ。一生終わらんな、これ。垂れてくるな。垂れてくるわ、やっぱり。置きながら、これは洗っちゃダメなんですよ。これ洗わない、これは洗っていいんだけど、油物って別に洗わなくてもいいっすよね。あと一応もうこの先端を洗っていいらしいんですよね。好きで大して洗わないっすよね。普通油の鍋とか、うちは洗わなかったんですよ、油の鍋。これキッチンペーパーめんどいな。これ時間かかるな、キッチンペーパー越しだと。ちょっとだったらいいけど。なるほどね、これはめんどいな。よし、これやめよう。キッチンペーパー作戦はダメっすね。一生終わらない。とりあえずこれは一旦こっち置いといて、まあ同じだとは思うけど、一応ティッシュでもやってみますか。まあ実験なんで。ティッシュ。あ、でもティッシュの方が早いな。使うならティッシュの方がいいっすね。早いんで。まあ早いと言ってもでも遅いっすね。これ持ち上げたら穴開きそうだな。でもちょっとティッシュもまあ大丈夫ですね。でもやるならティッシュですね。これこの中がすごい汚れててやばいなった時はティッシュでちょこちょこやるのがいいかもしれません。あ、ついちゃった。置いといて、これ直接やってみましょう。これが早いと思うんだよね。ほら一瞬だ、たまんないもん。あー、これでいいな。これにしよう。で、最後の方がね、結構汚れが溜まってるな。あ、そっか。やっぱでもティッシュあった方がいいっちゃいいな。これ洗ったら乾かすまで一回使えないから、いやー、これ悩みどころだな。まあ、一回全部やっちゃおう。一回全部やっちゃって、うん。やっちゃって、ティッシュで、この辺を取って汚れを。で、揚げ物の鍋は一回か洗わないんで、ここに置いとくと。これも、取れる分は取った方がいいのかな。これ取るのもめんどいな。取れなくはないけど。これ溜めとく、ちょっとこれ練習が必要だな。ちょっといい感じの塩梅の結果を出すので。で、これは、ここに置いとくと。もう油だからすぐにダラーって使えるんで。よし、これは油なんで、まあ燃えるゴミっすね。燃えるゴミ。そしてこれは洗うと。ついに野良猫を拾ってきて YouTube でお金持ちになれるか検証する野良猫チャンネル開設いたしました。まず一匹目はこの子、タヌキチでございます。このタヌキチの日々の日常を YouTube にてお送りいたしますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。そしてそのチャンネルで得た収益はすべてこのタヌキチのおやつやご飯、家やおもちゃに変わりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。